どうも松本です。龍二です。パンピレイです。うわっしょい、地元福山駅前。あ、帰ってきた。いいですね、興奮しとるけど。帰ってきました、ありがとうございます。はい、今日はですね、絶対食べてほしい、はい、我が町の牛肉料理ということで。おお、福山の牛肉料理、一、はい、つピンと浮かんだものがありますね。はい、ずっとふわふわ感動。そこ行きましょうか。あっちです、福山駅から徒歩1分、こちらのお店、池口精肉店さん、ドーン。まだまだ新しいお店ですよ。ね、2020年だったかな、オープンしたのね。じゃあ行きましょうか。行きましょう、はい、うまいですから。お邪魔します。おしゃれな店内、すげー。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。あ、こんにちは。お待ちいただきました。店長さんですか？はい、千葉です。あ、よろしくお願いいたします。すごいね、ショーケースも立派で。ここは肉なんですけど、はい、まあ、リュウジも言ったように、はい、その場で食べれるものがあるっていうことなんですね。あります、見てください。はいはい、これ人気商品、全国優勝のミンチカツ、ダン。はい、2016年なんですけど、はい、少し前なんですけど、あの、そういったサミットといいますか、会がありまして、はい、そこで、あの、見事優勝することができまして。おめでとうございます。お肉はどういったものを使ってるんですか？あ、もう国産の素材にこだわって、はい、あの、うちはあの、黒毛和牛専門なので、はい、そちらとあと国産の豚、はい、と国産の野菜、玉ねぎなどを豊富に入れて、はい、あの、甘さを表現したりとかですね。ミンチにしてる。そうです、はい。それともう一個ね、なんかお店のおすすめは、黒毛和牛を使った、はい、コロッケですね。あ、いいじゃないですか。これやっぱお肉屋さんって言ったらコロッケのイメージない？そうね、確かにね、はい、間違いないです。じゃあすいません、この2つをじゃあ、はい、いただいてよろしいでしょうか？お願いいたします。はい、よろしくお願いします。揚げたて用意していただきました、はい、いや、すごいね。パッケージも可愛くないですか、これ。うん、あっかっか、うん、サクサクですよ、外側が。ほう、カリッカリで中ジューシーで肉汁がブワッとくる。いや、うまっ。黒毛和牛じゃけ、もう肉汁すごいじゃろうね。すごいよ。じゃあちょっとコロッケをいただきますかね、はい、うわ、入ってるな。うまっ。あ、このじゃがいもの甘さの中に牛肉のうまみがポンと出てきて、いいアクセントになりますね。いやね、コロッケとかいろいろ美味しかったけども、はい、あの、こうお土産もあるんですよ。持って帰れるんです、ね、へ、テイクアウトもできるんですよね。あ、いいっすね、ソーセージとか。私ちょっと自宅でも池口精肉店をちょっと満喫したいので買って帰ります。めちゃくちゃ好きじゃね。ここのお店は惣菜もあるんですけど、うん、はいはいはい、焼肉も食べれるそうですよ。行っていいんですか？はい、行きましょう。ありがたいね、今日のロケは。2階の焼肉スペース、うん、2階もおしゃれな ね、 ここね、おしゃれですね。すごい。店長、はい、焼肉もいただきたいと思います、はい、やっぱり広島といったら広島名物、コーネじゃございませんか？はい、その通りでございます、ね、じゃあコーネをください。はい、黒毛和牛のコーネってすごい気になりますね。はい、あとなんか店長さんおすすめ、なんか珍しい部位とかありますか？外ももの部位の一つで千本ちまきというのがありまして、ちまき、はい、ある和牛千本ちまき、聞いたことない、初めて聞きました。外ももの一部、はい、外もも、そうですね、はい、もう入り組んだ中の一つなんですけれど、はい、なんか筋のイメージありますね。はい、本当に筋の中にこうくるまれてるような感じで、包み込まれたような感じで入ってるんですけど、両足ついてるんですけれど、まあ、合わせても 500g ぐらいかなと思います、ね、えー、超希少部位ですね、それは楽しみです。もうぜひ召し上がっていただきたいですね、はい、じゃあお願いいたします。はい、かしこまりました、はい、お待たせいたしました、はい、こちらがコーネですね。綺麗な、薄くスライスしてある。すごい、めちゃくちゃ美しい。で、先ほどお話しさせていただいた、こちらが千本ちまきと言います、はい、あら、なんかパッと見タンのような見、はい、そうですね、はい、あの、すごい食べていただくと、はい、その食感もタンに似たような感じを、そうなんですね、はい、感じていただけるかなと思います、うん、うおー、うん、はい、これもうすぐ焼けるよ、これね。え、コーネってやっぱ焼き方ちょっと困るよ ね、 うわうわー、やっぱ脂が乗ってんのよ、これすごい。こうね、こうね、こうね、ね、出た、ね、こういうことです。
はい、オッケー、はいはい、いただきます、いただきます。うわ、絶対うまい。よいしょ。うわ、動かすたんびに炎が、これこれこれ、うわ、油が、いただきます。うまい、油めっちゃうまい、うまい、うめえ、できた。何この油、ちょ、僕もあ、ちょっと焦げたかな。あ、でもこの焦げ具合がちょうどいい。すごい火が。行くよ。来た。うまつもと。うまつもと、静かにうまつもと。うまー。何この子もね。うまいっすね。油が違うよな。うん、なんか、このネギのこの食感がたまらんな。ネギ巻くのやっぱ正解ですね。池口流、うわっしょい、うまわっしょい、すごい。あの食感っていう意味ではネギがあったらすごくいいですね、うん、ちょっとしいやこれこれ、合う合う、そんな飲み方ある、合う、こんな美味しいコーナー初めてかも。肉汁すごいっすね、もうすごいですね、ドバドバ出てくるというか、油が噛めば噛むほど、はいはい、結構スライスがね、そうですね、もう少し厚めになると、はい、もうこの筋が絡んでくるんですよ、はい、はあ、本当にもう筋が極限までない状態、そう、状態にしております、うん、はい、ドン、うわー、いい色してる、いやー、うまそう、うん、どんな、柔らかい、なんかこう筋バンブンかなと思ったけども、うん、全然ホロホロと食感が、ほう、うん、肉の旨味がグッとなってるね、これ、うまっ、これも肉、薄いのに肉、分厚い肉食べてるみたいな、うん、ちまき、うん、いや、これは知らんかった。で、店長さんが、はい、まだ他にもおすすめがあるということなんですよ。まだあるんですか、家です、はい、店長さん、はい、他におすすめがあるということなんですけども、はい、何でしょうか。あのですね、はい、もう一から手作りで作っているあのテールスープと、スープ、はい、またちょっと汁物で申し訳ないんですけれど、はい、冷麺もぜひ。きた締めの冷麺、はい、さあ、うん、池口さんおすすめのテールスープ来ましたね。見て、この色味とか入れるわけでもなく、うん、この味を召し上がってくれっていう、本当にストロングスタイルでね。うわー、トロトロの肉入ってるね、おい、でかいし、ほんで、でかいね、おい、テールが、おい、いい出汁出てないわけがない。うまそうですね。うまっ。すっきりしてるで。お、思った以上にすっきりしてる。飲みやすい、優しい。うわ、おいしい。あははは。うまつもと。出た。これは。なんやろ、このスープ。あっさり、さっぱり、スーッと胃に落ちてくるから、うん、これはどんぐらい煮込んでるんですか。これはですね、もう1日かけて煮込んでですね、まずはそれから1日寝かせるんですね。寝かせる、はい、あえて、はい、で、取った出汁をしっかりお肉の方に戻してあげるというのを吸わせて、はい、最後にまあ味付けして終了という感じで、はい、お待たせいたしました、はい、あら、池口冷麺登場。よく 和食とかでは昆布とカツオで一番だしを取ると思うんですけれど、はいはい、一番あの和牛専門店なので、はい、そこに和牛の、お肉も入れてだしを取っていて、うん、全く違うと思いますので、はい、楽しみ、うん、スープが爽やか、これまた、黒毛和牛で散々美味しい脂をいただいた後に締めにこれって間違いないコース、うん、めちゃくちゃ爽やかで ね最高、めっちゃうまかったら、いや、あの珍しいお肉も食べれますね、ちまきね、ね、というわけでございまして、はい、皆さんもぜひ、はい、福山にお越しの際は池口精肉店さんにお越しください、はい、以上です、ありがとうございました。